あれなんかちょっと雰囲気が、確実何かやるね。4時半。え ?4 時半。4時から教えてくれたの。レッドカーペット立ってます。普通に立ってるね。ないね。イベントって言ってたけどね。下の人に聞いてみよう。そのチケット売り場の人に今日イベントありますかって。分かんない。参加できるイベントはないからね、チケットで。いやでも何かアカデミー協会の人がやってきて、はいはい、何かイベントをやるってちょっと聞いたんですけど、はい、どこでやるんですかって。あれだ、はい、あそこでちょっと話聞こう。こちらの内々のプライベートの中のイベントで、もうエクスクルーシブっていう、エクスクルーシブの人しか行けない。エクスクルーシブ？エクスクルーシブ、まあなんで、すごいもう特別な。あるんだ。あるんですか、やっぱり。多分だからそれに参加はできないとはいえ、ちょっと接触することが難しそうだね。だよ、ちょっと会えない。会えないのかな。どっかで待ってり会えるのか。多分ここから入んないでしょ。関係者入り口的なところがあるからね。相当難しいんですよ、ね、どうしよう。これで終わっちゃうよ。そしたらちょっと We're doing inside. The fifth level, yes, which is the ballroom, the Dolby ballroom, not us. They're connected, but no affiliation.まあ、基本そういうフロントとかのデスクとかないんですよ。エミは彼女がスラッと5階でやってる。ちょっとえ5階に行けばちょっとスラッと今ポロッと出たんですけど、お今5階のやってますけど、今やってる。今日一応今日のなんていうんですか、イベントを5階でなんかやってるって話。だからまとめると今日をドルビーシアターの5階でアカデミー協会の人たちがまず集まるよってことが前提あるわけじゃない。内々でね。内々で、うん、で僕たちの目的としては、うん、そのアカデミー協会の方にちょっと話を聞きたいと、今の状況、うん、そして最終目標としてはアカデミー会になりたいんだってことを伝えて誠意をこう、うん、いいよ、いや冷えたらならないけど、うん、でも接触ができる可能性は5階に行ったらあると。その入り口とかは分からないんで、まあまあまあ行ってみないと分からないけど、今ポロッと5階のゴールルームっていうところで、ゴールルーム、ちょっと1回5階あるから行ってみようか。5階あるじゃん。5階、ほらあそこ見える？5って、ほらあるね。とりあえず5階行ってみようか。5って書いてある。ちょっとレベル5行ってみよう。ちょっと上がってみよう、レベル5。近づいてきてるな、これの2階に。あれ、これもう4階今。え？あれ？あ、レベル5。アクセス2、レベル5。あれ？あ、スペシャルイベント。あれ？これじゃない、まさしく。スペシャルイベント。制限してると。5階、そうです。でもザワザワしてんのかちょっと見てみます。ちょっと見てみよう。だからエレベーター行け。とりあえず行ってみよう。間違ったふりして、うん、なんかほらそうだね、階間違えちゃいましたもん、うん、失礼みたいな感じ、うん、ここもほらアクセス2レベル5。あれでもこれ4階あれ上がってる、上がってる。あれあれすごい今、あ、ごめん、リストバンドしてた、青い。え、なんなんですか。青いリストバンドしてた、この、ほら、クラブとかの。おー、あれ
なんかちょっと雰囲気が確実に何かやるね。ちょっと流れていってみますか。逆に開けよう。逆にちょっと同じスタッフみたいな感じ。コントみたいに。モンティーパイソンじゃないんだから。ちょっとモンティーパイソン見すぎでしょ。え？いや同じスタッフみたいななんか。いや格好見てよ。俺タクシー乗っててなんか雰囲気でこのまま行っちゃうな。ダメか。いや運転してる今ちょっとだからあんまり言われないパターンの方がいいですよ。言われちゃったらパターンが。完全にそれっぽい。ここに来るから、で、あの人たちがここから来るってことは関係者入り口から来てないってことじゃん、あの人たちは。ってことは、ってことはもしかすると、アカデミー協会の方々もここ通るかもしれない。うん、まあ、リストバンドしてる人はいいよ、とにかく。そうですね、うん、絶対。でも、リストバンドチェックだから、いや、今、確実にしてないの。あ、してた。あ、してる、してる、あの人。あの人してる。あれ受付じゃない、これ。これ。確かにね。ここでレセプション受付じゃない。確かに。でもこれがあるってことはここに今からね、会員の方々がこうなんか受付みたいなレセプションみたいななってね、そこからこの上がってくる。一回ちょっと座ってみたら。一旦味わってみようよ、アカデミーを。あ、いいですね。ここはアカデミー協会の方が会議をするための受付の椅子なわけよ。いや、わかんないですよ。いや、そこに座ってるから、うん、感想どうだって言ってるんだよ。そんなに座り心地がいいわけでもないし、うん、だから来るじゃないですか、誰か来たらもうそのふりして、あのアカデミー協会の方ですかって、もういきなり直で聞きゃいいんです、そこで。いや座ってて来るじゃない、アカデミー協会の人来るでしょうね。で、はい、こんにちは、あ、僕はあの今日レセプション来たんだけどっつって、アカデミー協会の方ですね。イエス。でアカデミー協会何やりますか。アカデミー協会の人だったらば、うん、アカデミー会員にはどうなればいいか分かりますね。いや、というかもうそこに座ってんだから君はアカデミー協会だよ。会員ではないんですか。いや、もういいよ、会員しちゃうよ。おいでやん、カモンみたいな感じ、行き寄せたの。その段階で、はあ、本物座ってんだよ。本物が。これはね、ここは張り替えがありますね、ここは。確かに張り替えがありますね。うん、あ、また一人。確かにね。大物風の、あ、ほら。見ましたよ、耳に入ってましたよ。え、これはね。今の人、入ってるね。ちょっとどんどん来るよ、もうどんどん。ちょっとガタイのいい人は多分絶対 SP か。あ、SP 系か。あ、どんどん入ってくるよ。あれですね、あれ、パーティー業者の方、ね、そう、でもほら、パーティー業者の方もこれ中入んなきゃいけないからリストバンドしてるわけじゃん、おそらく、多分、今準備だから、夕方からだな、これ。何時からっていうのをまずちょっとポロッと聞きたいんですよ。そう、何時からちょっと聞きたくないですか。何時からだけでも聞きたくないですか。あ、でも水の人に聞く。水の人だって関係者じゃないから。あ、ちょっと聞いてみます。ねえ、こいあの水の人たちだった。何時からってか逆に何時からだっけ。そうちょっと俺あの遠目に行くわ、ちょっと遠目に行っとくわ。教えてくれたの。何イベント何したっけって言ったら、うんうん、下のどこのイベント、いや上のイベント、うん、あ、4時半だよ。ポロッと言っちゃった。いやだから言ったでしょ。何時からですかとかじゃなくて、何時からだっけパターン。じゃあ一旦降りようか。じゃあ今だから一旦降りようよ。13時半だから一旦ハリウッドサイン見てさ、落ち着こうか。ハリウッドサイン見て。いや関係ないと落ち着かないんだよ別に。一旦俺言ってんじゃん、あの変な素人が。
あれどうしようとだろ、あれ間違えてエレベーターで、向こうのエレベーターが5階ってあそこ歩いてみようかな。来るか、来た来た来た、ババ潜入したね。あれでもセキュリティが、セキュリティに何か言われてる、何か言われてる、何か言われてる